疲れ様です。山です。2を2続きやっていきます。さあ、ムジナさんとですね、やっていきます。さあ、続きね、行きましょうか。こっからね。そろそろね、ちゃんとでかいボス出てくるんじゃないのみたいな、ムービーありきのね。ここ。なんか喋ってる。なんか喋ってる。いっぱい来た、いっぱい来た。いっぱい来た、いっぱい来た。ちょっと手出したらいっぱい来た。やべ、ムジナがやられる。ムジナもうちょっと生きててほしいんだ。危ない危ない。ムジナ先輩もうちょっと生きててほしいんだわ。で、ムジナの回復法は、まあ、同行者っすね。この、これかな？ちょっと遅いけど、まあまあまあ、いいでしょう。体力も俺と一緒なのかな？ 5500？ であれば、そんなに無理はさせらんないね。させらんないって言ってもね、どうしよう。あー、こいつか。こいつ無視できるね。こいつはできないか。どうだ。とにかくこう、やんなきゃいけないやつだけ二人で頑張ろうよ。で、手当てをしたら、あの方、何度もありがとうと。人とは、さほど恐れるべき相手でしょうか。おお、うわぁ、こんな記事いる。多いな。最初よくわかんなかったんだろうね。こいつやっちゃうか。いたーっつって。やーべやべ。うわぁ。やべ、無事がやられる。せんか。あ、やべ、やられた。やれてない。ああ、やられちゃったね。しょうがない。しょうがないな。捕まっちゃったらしょうがないね。こいつもやりたかったんだけどね、できれば。こいつ、これ。先始末つけとこうか。多分上から援護してくるでしょう。硬いね、こいつも。OK。さあ、これで一応1対1ではある。スルーもできるけどね。やっちゃうか。毒をまず入れようか。やべ、こっち見てんな。近い。うおぉ、うおぉ、なんだそれ、かっこいいじゃん、かっこいいじゃん。やばいやばい、かっこいいじゃん。はい、避ける。はい、2000。やばい。回復。危ない、危ない。危ない、危ない。どうする、どうする。溜めて。溜めて。危ない。妖怪技はね、溜めてね、いる、なんか、溜め技がなんかこんなん出るんですよ。危なかった。でも DLC、最近じゃない、なんか最近になってようやく、こうやってね、妖怪技使うようになった。それまではね、なんだろう、
変わり身の術も使ってこなかったし、なんかずるいと思っちゃってたんですよね。なんで使ってこなかったんですけども、最近ようやくだね。どうしようか。変わり身残ってるし、やっちゃうか。やっと。やべ。あ、危ね。OK。で、この妖怪迎撃技は、自分のね、攻撃モーション中も使えるんで、キャンセルして、緊急回避的に使えるんでね、すげえ便利ですね。さあ。ん？ああ、ボスか。ここでボスか。だよね。ん？でもまだいろいろいけんな。マジか。来たね。来たね。今動かせない。なんだこれ。ボスなのにまだ行くとこがあるってこと？いや違うの、これ多分開かないんじゃない？あ、そういうことか。だからどっかで鍵をゲットしてきて、ボス部屋に行くためのね。で、ボスか。なんかいっぱいあるな、これ。で、また琵琶。いますね。はい。はい。危ない。こいつも何気に雑魚だけど、そこそこやるからね。ん？あ、またいる。なんだ？ムジナいっぱい捕まってんだけど。7000、でかい。また捕まっちゃったの？これ多分別の人だよね。はい。はい、無事な。いっぱいいるんだね。あ、カッパだ。カッパはさ、悪い妖怪じゃないはずなんだけど。え、やべ。カッパもどっちかって言うと、無事なと同じで、人間の味方じゃないの？違うのかな、実はみたいな。オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、無事な、ちょっと待って。オッケー、壊した。やべ、あぶねえ。やべ、俺下がるわ。うぃー、あと一発、あと、ちょっと待って、生きてる。うーわ、はい、戻ってきた。やっていこう。やっぱね、やしろが拝んどかないと危ないね。えい、未だに慣れないんだよね、こいつ。で、麻痺弾投げとこう。ほら。どうだ？効くんじゃない？もう効いた。あ、落とさないで。せっかく前に入れたのに。ちょ、待って。やばい。やばいやばい。麻痺弾。どうだ？麻痺入った。入った。OK、7000。麻痺開いた。でかいでかい。あー、ちょっと待って。いいね、麻痺強いね。さあ、なんとか。で？上にね、多分ビワ親父がいるんだよ。いた。え？どこが弱点なんだ、あれ。ビワかな？おい。回復はいいか。あ、すねこすりが。
いるね。あ、これで3人だ。なでなで嬉しい。スリスリ気持ちいい。だよね。ジョーコの英傑、なんだ聞いた？あ、やべ。ちょ、待って。あ、無人やられた。やられてんじゃん。やられちゃったか。ちょっと待って。一人だとね、めっちゃ不安になる。危ない。OK。ダウン。いいんじゃない？スネコセリさんがいてくれればね、なんとかなるよ。人知れずやられてたね。やっぱね、体力がないんでしょうね。ここなんだ？調べる。いっぱいいるね、ここも。どうしようか。こいつはやれるから呼んでいいとして。来いよ。で？あ、動きだ。あいつか、あいつやんなきゃダメだ。ちょっと待って。あいつはね、周り見がないとダメなんだ。さあ、毒。初手毒行こう。え、来いよ。ああ。タイミング悪。いける。オッケー。ドSだね。え？あ、ここにもこれあるね。ショートカットかな。ピタゴラスイッチみたいな感じでしたね。こっち来て。叩き割って叩き割って壊せないか。ん？おお。そんなに痛くはない。でもやっぱ防具強化したのここに来てね。ちゃんと、おお、危ない。ちゃんと反映されてるね。大丈夫だわ。ちょっとね、いけるとこ多すぎないか。こいつがいる。どうしようか。どうしようか。ちょっと待ってね。まあ、いっか。仕込み込んでいこうか。あ、間違えた。間違えた、間違えた。オッケーオッケー。はい。どうだろうね。スリップダメージのある異属性の方がいいの。またいた。とにかく火あられにしてしまえばね、いいっていうのはあるから。まあ仕込み込んで異属性の武器が手に入ればそれが一番いいかなと思うんですけど、なかなか狙って手に入るもんじゃないんでね。だいぶスルーしてる気がするけど大丈夫かな俺。まあ、後で回収すりゃいいか。ん？なんか鬼武者の世界みたい。これなんだ？避けたー。やばい。あ、止まんないんだ。
待って、ここでやるのは良くない。あいつのね、元となったやつは、攻撃を当ててしまえば。あ、やっべ、落ちた。はい、ちょっとね、社前に戻ってきました。なんだろう、階層めちゃくちゃあるじゃないですか、ここね。なので、ちょっとずつ解放しながら行くのかなとか思って、わかんないけどね。なので、ちょっと、まあ、別のルートも行ってみようかなと思います。で、今まではこの、社から左にね、登ってったんですけども、こっちも行ってみようか。実はこっち行けばなんかあったみたいなね。あるかもしんないから。あれ？こっちだよね。こっちだよね。違う？よいしょ。やべ、バレた。狭いんだって。回収した？狭いとね、カメラのね、近すぎたりしてね、酔ってくるんだよ。わかんない、ここどこだ。こいつはいいとして、こいつもいいとして、なんだここ。この難易度のせいだと思うんだけど。はい。やばい。うーわ。いい。オッケー、削った。わ、どこなんだ。なんでこんなにごちゃごちゃしてんだ。あー、こいつ、これか。外から行ってたら、危なかったってわけだ。つか、あれが死なないでしょ。あ、死ぬんだ。落石で死ぬんだ。はい。回収。この上かな？さっき負けた場所。で、ここにまたいる。お。OK。で、で、また別の場所だ。なんだこれ。こいつがめっちゃ食ってんだね。あ、こなきじじいもいる。はい。OK、合戦。おいよ、ふい。あった。まあ、モーションね。こいつはまあ、単純なんで。コナキジジイだけかな？ここは。やっちまうか。毒入れて。硬くなった。さあ、火あられと毒ですからね。だいぶ痛いんじゃないの？おいよ。おーい、危ない。で、ため技なんで、いつ離してもいいっていうのが楽だよね。無極であれば、もう、なんだ、その、出すまでの時間か、決まってるんで、でもキャンセルできないしね。うわ。敵多すぎねえか。はい。離れる。あ、またあれがある。アムリタ塊にあるね。下かな？下にあるね。誘惑を
塩辛 G っつって。先にさ、塊壊しちゃえばみたいなことできないのかな？また上に続くルートもある。小玉がいる。どうしよう。じゃ下でさ、壊すべきだよね、先に。壊せるかわかんないけど。広すぎだな。あれか。壊せるね。狙ってみる。ほら。壊せるね。やばい。オーケーオーケーオーケー、壊した。いいんじゃない？これで、やば。強い敵は出てこないと。いいね。で、この衝撃波は別に、あれですか、術の効果ですからね。仕込み込ん独自の技じゃないんで。大きな髄霊石。結構でかいよ、これ。確か。地球霊石。髄霊石は一番、だよね。これでかいよ。これ1個で1億だっけ？レベル上げられるね。おい。牢獄無双。ん？あ、ちょっと待って、あそこ行けるね。ショートカットではあるけど。なんだこれ。動かせない。一番上に行くべきなのかな？社に戻ってきたけど。どうしたらいいのかがよくわかんないね。一番上目指そうか頑張って。まあ、さっき言ってたんですけどね。言ってやられちゃったんですけどね。ちょっとぐるぐるするんでね、ほんと、酔うかもしれないんで、それはほんと申し訳ないですけどね。うおぉ。数が多いんだから、ほんと。はい、角壊した。はい。どうしようかな。ちょっと手鋼に戻そうかな。手鋼の方がね、気力削りすげえ楽なんですよね。楽だし、なんかこう、使いやすい。結果ね。こんな夜叉いたっけ？待ってね、今さ、フォトモードにして近寄るじゃん。これちょっとあんま良くない使い方かな。攻略になっちゃいそうだけど。あ、でも、限界はあるね。夜叉だよね。どうしようか。やりたくねえな。やるしかないか。防御アップつけて、体力回復つけて、気力回復つけて、衝撃をつけて、生命保険と合力ターン。で、毒スタート。やべえ。おお、いや。やっ、おお、最後がある。やばいやばい。まだあるね。ほい。いやー、危ない危ない危ない。夜叉の派生版だね。狂気。合わせ鍵、あ行。運行があるんでしょうね。合わせだから1個じゃ使えないんでしょうね。今は動かせない。これで降りていくみたいな？でもこっちも行けるけど。どうしようか。
ここ？ん？ここなんだ。どうしよう。先に進むべきだよね。すげえ。何も音がしない。多分この鎖で繋がってんでしょうけど。どうしよう。とりあえずこっち行ってみる。あ、戻れない系だ。やっちまったか。新しい場所来た。ってなると、違うんだよね。なんか、もっとあったよね。行ける場所。いろいろまだ見てみようか。あ、ここだ。ここね。やられた場所。あいつがちょっと面倒なんだけど。どうしよう、ちょ、これ邪魔。あいつとやるにはどうしようか。ここでやるべきなんだけど。ちょっと厳しいよね、一人じゃ。あいつ強いしね、そこそこ場所使うんだよね。あ、ちょっと関係ねえか、これ。ただ、当選簿の、だけか。ずっとなんだ、触れたら敵、強敵がね、出てくるやつだと思ってたんで。であればいいのかな。やってみ、じゃあ、いっか。つけまくって。あー、ちょ、待てよ。待てよ。避けるじゃん。削れる。削った。まだ半分か。硬いね。ああ、これだ。分身ね。分身は一発当たれば消えるんですけど。待たずに攻める。OK。あ、まだか。OK。やりに行く。あ、これで運行か。なるほど。ゲット。あうんのね。鍵ゲットですね。で？これで？おぉ。随分静かなね、エレベーターですね。鬼ヶ島は。これで多分ね、社の前に戻ってくるわけでもないんだ。そうじゃないんだね。なるほど。あー、あれ？お前やんなかったっけ？はい、ということで、戻ってきました。よくわかんなかったけど、まあ、とりあえず、アウンのね、鍵をゲットしたんですよね。これで開くのか？そういうことか。なるほど。これでボス戦いける？ってことだよね。そっか。ああ。まださ、アウンのアの方の、ところから先行けたよね。そこちょっとじゃあ次回行きましょうかということで、今回はこれで終わりですね。で、そのアの先を行って、まあ、多分そんな実は なかったりするだろうから、ボリュームね。で、すぐ戻ってこれるだろうから、ボス部屋行ってって感じかな。はい。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。